レンソイス・マラニエンセス国立公園の一出現した湖砂丘と湖レンソイス・マラニアンセス国立公園はブラジル連邦共和国北東部マラニアン州にある広大な砂丘およびこの砂丘を主体とするブラジルの国立公園である衛星写真からも見られる真っ白な大砂丘が広がるさらに雨季の間にだけ砂丘の至るところに 無数のエメラルドグリーンの湖が現れるのが特徴でマラニャン州州都サンルイスから260キロメートルほどのところにある。ミランハンセスとはポルトガル語でマラニャン州のレイイスとはシーツを意味する。まるでシーツのように白い砂丘が1550平方キロメートルにわたって広がっている。砂丘の砂の成分はほぼ100%石英でできており、 それが太陽光に反射して白く見えるのである。半年ごとの雨季の終わり頃には、その間だけ存在する無数の湖が出現する。これは、石英の層の下にある地下水が雨によって水位が増し、砂丘の谷間に湧き出るためである。湖が出現すると魚も現れるが、寒気の間はどのように過ごしているかははっきりとしていない。有力な説として、魚卵が、 鳥類に付着して湖に運ばれ孵化する説と湖に住む魚が耐久卵を生み地下水脈によるわずかな水分で寒気を過ごし、雨季に湖が出現した時に孵化するという説がある。なお、この地区には新種の亀やカエルが生息し、寒気の間は自ら掘った穴で生活することが明らかとなっている。国立公園より100キロほど南のパラナイバ川が 上流から川口まで運ぶ土や泥には、石英が含まれるが、この石英は河口に達した後には、数万年の年月をかけて、大西洋の沿岸流により、国立公園に面した海岸近くまで流される。その間に、石英以外の混入物は砕け散り、海水に混じるが、石英は砕かれずに残り、海岸に打ち上げられて、風速90メートル以上の強風で、 国立公園まで吹き飛ばされ、砂丘に積もる。これが長い間繰り返され、現在の姿になったと言われる。中心部には二つのオアシスが存在し、60人ほどの住民が村を作って暮らしている。住居は足で作った原始的なもので、寝床は天井から吊り下げたハンモックである。男性は風の少ない雨季に海まで歩いて魚を取り、村でこれを干物にしておき、 年間の食料にしている。特に欧米からの観光客が多いが、大抵は公園の敷地外か、あるいは少し敷地内へ入る程度で中心部まで行くことはほとんどない。なぜなら、敷地前後の地表の状態はほとんど砂漠に近く、また雨季になると地面はぬかるみ、大型四輪駆動車でもスムーズに進めないほど足場が悪くなるためである。これが、 国立公園内の自然環境調査が遅れている原因の一つともなっている。観光はサンルイスからのツアー最高があるものの、観光施設は十分に整備されていない。しかし、その分観光地化されていないために楽しめる部分もある。2009年11月現在、レンソイス・マラニャンセス国立公園に一番近い町はバヘリーニャスであり、 バフェリーニャスには観光客向けのホテルやロッジが建設されている。サンルイスからバフェリーニャスまでバスで4から6時間。バフェリーニャスからレンソイスマラニャンセス国立公園までは大型4輪駆動車で約1時間。観光ツアーは大まかに午前ツアーと午後ツアーに分かれている。名称については、下記、メルコスール、デジタルパンフレットや地球の歩き方ブラジルでは、 マラニアンセスと、下記、NHK の番組では、マラニエンセスを使用する。Google マップ、これぞ、奇跡の瞬間。自然が作り出す奇跡の絶景重戦。旅時間。2018年5月5日閲覧。メルコスールデジタルパンフレット17ページより。ABCDNHK、ダーウィンが飽きた。2007年11月、第78回、白い大砂丘に魚枠。 より、A.B. ブラジルオンボードより、ありがとうございます。